はい、ゲームセンタービル店長の鶴谷です。よろしくお願いします。本日はこちらゲームセンチャリティ2021ゲーセンチャリティ2021という企画でイラストプラス様から購入可能なコインケース、こちらサンプルが届きましたので、実物を見たいけどもお店に行けないという方もいらっしゃると思いますので動画にして紹介したいと思います。岩手のテクノワールド様がもう紹介動画を上げてくださっていますのでそのリスペクト動画という感じです。というわけで早速紹介していきましょう。こちらですね、手のひらサイズですかね、コインケース、ゲームセンタービルのロゴとビルの、W のロゴが入っております。で、中身はこんな感じ、裏というかね、中はこんな感じで、ボタン付きですね。まあ、閉めるとこのようになるわけですね。コインが何枚入るかという実験をしたいと思います。格闘ゲームメインのゲームセンターですからね、このポケットの中に果たしてどれぐらい入れても大丈夫なのかということでやっていきたいと思います。まずは50円から。まずこちら、10枚入れます。まあ余裕ですね、10枚は余裕。でもう10枚、これで1000円分ですね。結構半分以上はもう埋まっちゃいましたけども、まあまだ全然大丈夫ですね。しっかりとボタンが強いのがいいですね。で、もう500円、もう10枚ですね。これで1500円分、もうこれでいっぱいいっぱいですね。ボタンの方も結構いっぱいいっぱいになってるので、まあこれ以上やるとちょっときついかなというところなので、50円玉は30枚、1500円分まで、入れれます。多分もっとは入れれるんですけどね、このぐらいを限度と思っててください。では続きまして、100円玉を入れていきたいと思います。3000円分、まあもうこれでやっぱりもうちょっと見えちゃってるんで、そうですね、蓋の方も結構ギリギリになってきたので、やっぱりこちらも、100円玉も30枚までがいいでしょう。はい、じゃあ最後に500円ですね。プライズ機があるお店なんかは500円玉も使うと思うので、ではこちら入れていきたいと思います。というわけで500円玉は20枚、1万円までとしましょう。このぐらい入ります。というわけでコインケースの紹介をしました。こちらゲーセンチャリティ2021の企画に参加されている店舗様共通のグッズとなっておりますので、外観以外は同じようなものになっているはずですので、ビル以外の店舗様のグッズ購入をお考えの方はぜひ参考にしてください。質感の方ですとかはちょっと言及しなかったんですけど、まあ結構いい、思ったおそらく皆様が思ってる以上にいい出来となっておりますので、ぜひ参考にしてください。また、コインケース以外のグッズを販売している店舗様もありますので、ぜひサイトをご覧になって確認の方をお願いいたします。現在ゲームセンターに限らずいろんな業界が非常に厳しい状況となっておりますが、まだなんとか我々ゲームセンターという文化を守っていきたいと思っておりますので、皆様どうかご支援よろしくお願いします。それでは。